それでは計算基礎学1の第8回の授業を始めたいと思います。まず前回の第7回のまとめです。前回は可換換の基本的な定義の復習をしまして、それからユークリッドの互助法について説明をしました。でさらに拡張ユークリッド互助法について説明をしました。で今回の内容ですけれども、まず拡張ユークリッドの互助法の性質からですね、一つ取り上げて紹介したいと思います。それから後半では拡張ユークリッドの互助法の応用としまして、今回は方逆元の計算を紹介いたします。それでは拡張ユークリッドの互助法の性質についてですね、説明して紹介していきたいと思いますけれども、一応拡張ユークリッド互助法の説明自体はテキストの方では第 4.3 節53ページから載っていますので、必要な方はご覧ください。で今日はその中でテキストの54ページにあります定理 4.25 という定理にあります拡張ユークリッド互助法の性質を紹介したいと思います。一応そうですね、問題設定か定理の条件はこれまでの拡張ユークリッドの互助法と同じですけれども、一応復習のために確認しておきます。F と G を R の元としまして、それから乗用付き序断によってこのヒフのラムダに対して、このまず乗用 R1 から R ラムダ、R ラムダプラス1、それから小の Q1 から Q ラムダをユークリッド互助法ですとか拡張ユークリッド互助法と同様に定めます。それからと S0 から S のラムダプラス1と、それから T0 から T のラムダプラス1というのも、前回やりました拡張ユークリッド互助法と同様に定めます。一応それらの定義式、まず Ri と Qi の定義式についてはこのような形になっております。それから Si と Ti の定義式については前回の拡張ユークリッドの互助法の定義の通りです。ここまでが問題設定ですね。で、定理の主張はここからです。Ti と Qi というのを次の行列とします。Ti の方は、こんな 2×2 の行列で、第1列が Si、Si プラス1、第1行が Si、Si プラス1、第2行が Ti、Ti プラス1、それから、Qi もこのような行列で、その22成分がですね、小のマイナス Qi で定める行列とします。で、この時に、次は成り立つということで、5つの性質が紹介されております。まず A ですけれども、これちょっと見づらいかもしれませんが、これ F と G を並べた組ですね、ベクトルのような組で、それから Si と Ti はこう縦に並べた、列ベクトルのような組となっております。でこれの、内積のような形で積和を取ると、これが Ri に等しくなると。それからもう一つはこの F と G を横に並べた、ベクトルのような組にこの行列 Ti を右からかけると Ri と Ri プラス1の行ベクトルになるという性質があります。次に2番目の B はこの Ti というのがその T0 かける Q1、Q2 かける点点点の Qi の積、さらにこれは T0 がなくても Q1 から Qi の積に等しいという性質です。3番目の C の性質は2の i に対して R の i と R の i プラス1の GCD が F と G の GCD に等しいという性質です。それからこの辺は C なんかは割とユークリッドの互助法から直ちに導かれるかと思うんですけれども、次の D なんかはあまり自明ではなくって、例えば D はですね、この Ti の行列式というのが、SiTi プラス1マイナス Si プラス 1Ti という式になっていて、これが実はマイナス1の i 乗に等しいと。で、したがってこのことから Si と Ti が互いに相ということも導かれます。あと最後に、5番目の性質 E ですけれども、これは F がですね、マイナス1の i 乗かける RiTi プラス1マイナス Ri プラス 1Ti と表され、あと G もですね、
マイナス1の i 乗をかける SIR の i プラス1マイナス SI プラス 1RI というふうに表されるという性質もあります。ということで、まずこの5つの性質を順番に証明の概要を説明していきます。まず証明 A と A なんですけれども、この A との証明性質に関しては、これは前回のですね、拡張ユークリッド誤助法の定理の1番に帰着されますので、そちらをご覧ください。で、次に B の行列の等式ですね。で、I に関する機能法を使います。で、T の i が0のときは、定義通り明らかでして、で、そこでその0から i までこの主張が成り立つときに、ti は q1 かける q1 から qi の積であるというふうに言えます。で、このときにこの ti に q の i プラス1をかけるわけですね。実際にかけて計算を行いますと、第2列がこの si、qi を右からかけますと、まずこのもともとの ti の第2列が第1列にこう移ります。それから第2列はどうなるかというと、それぞれ si マイナス qi プラス 1 si プラス1とか、あと ti マイナス qi プラス 1 ti プラス1っていう式になるんですけれども、これはすなわちそれぞれ si プラス2と ti プラス2に等しいということになりますので、この結果行列としてはラージ t の i プラス1が得られるということになります。これでその機能法の i プラス1のケースも示されたことになります。次に C の性質ですね。Ri と Ri プラス1の GCD が F と G の GCD に等しいというのは、これは前回のですね、ユークリッドの誤助法の定理の主張の通りですので、そちらを参照してください。で、次に D のですね、まず、性質ですけれども、ti の行列式ですね。ti の行列式は一応定義に従うと si ti プラス1マイナス s の i プラス 1ti なんですけれども、まず、t0 の行列式が1であるということに注意しておきまして、それから qi の行列式もマイナス1であるということに注意をします。なぜかというと、qi このような形をしておりますので、単純にこれ、行列式計算すると、これマイナス1ってことになりますよね。で、先ほどのその主張の b の項目からですね、実は ti というのは、q1×q2×…で qi までの積でしたよっていうことが分かっているので、そうするとこれ、行列式の性質で言うと、ti の行列式っていうのは、q1 から qi の積の行列式なんですが、実はこれはそれぞれの q1 の行列式、q2 の行列式、qi の行列式の積に等しいということになりますので、結局これはマイナス1の i 乗に等しいということになります。はい、このことからですね、ごめんなさい、このことから、ti の行列式、この関係式ですね、この関係式がマイナス、プラスマイナス1のどちらかになるということから、si と ti が互いに素であるということも導かれます。で、最後は f なんですけれども、これはですね、この主張の a からその f×g に右から ti をかけたものが、その ri と ri プラス1にそれぞれ等しくなりますということを関係式が成り立っているということだったんですが、これ実は f と g に関する連立一次方程式と見なすことができるんですね。それで
連立一次方程式の解法っていうのは、まあ、線形代数の授業でもやったと思いますが、その中にクラメルの公式などというのもありまして、クラメルの公式などですと、この係数行列を使った行列式を使って、まあ、解を得ることができますので、まあ、そのような解き方を行って結論を得ることができます。ということで、まあ、これはまあヒントで終わってますけれども、多分皆さんであればそこから先各自で計算できると思いますので、確かめてみてください。ここまでよろしいでしょうか。